甲子園です。夏の全国高校野球選手権大会、いよいよ今日開幕です。14日間の大会です。今日の甲子園は薄く雲が広がっていたんですが、先ほどから夏の日差しが差し込んできました。蒸し暑くなりました。おはようございます。おはようございます、開会式を担当します斉藤です。上田です。よろしくお願いします。高校野球風に言いますと、私この開会式は3年ぶりということになりますが、はい、上田さんは。私は去年の夏リポーターとして参加しましたが、開会式は何度参加しても初めてのような気分です。入場行進までですね、はい、あともう30分ありませんけれども、この甲子園の周り大変な人の波がついております。私たち今ちょうど正面の入り口に立っているんですけども、ここは甲子園にいらした方はですね、記念写真を捉えた場所として覚えていらっしゃると思いますが、この正面入り口のすぐ脇にですね、歴代の優勝校の旗がずらっと並んでいます。ご覧ください。はい、今年69回を迎えた大会ですが、過去の優勝校の校旗が並んでいます。そして一番右の下に昨年の優勝校、今ちょうど記念写真を撮っている、そうですね、記念写真撮られている方もいますが、天理高校の紫の校旗があります。果たして今年の大会、この校旗の横にどこの、ね、学校の方が並ぶんでしょうか。そうですね、この球場のすぐ近くの甲子園の駅からもう列車が着くためにどんどん観客が甲子園に吸い込まれていきますね。そうですね、耐えることがありません。家族連れ、それから少年野球の子どもたちもたくさん来ています。そうですね、麦わら帽も見られますし、タオルを首に巻いている人もいるし、本当にいかにもこの夏の大会開幕という感じが伝わってくるようですが、コロナしか開会式が近づいてきて、こう足取りがせわしないですね、皆さん。そうですね、もうすでに特別自由席、全て売り切れになりました。いつもですとちょっと並んでる姿が見えるんですが、もう中に全て入ってます。はい、この後ニュースをお伝えいたしますので、ニュースをお伝えした後再び甲子園から開会式の模様をお伝えします。それではニュースセンターどうぞ。甲子園です。ご覧ください、もうほとんど前に近くなりました。はい、私たち2人は甲子園球場の中に入ってスタンドにあります放送席に座りましたが、本当によく入りましたね、上田さん。本当にびっくりしました。開会式でこんなに満員になるのは久しぶりじゃないですか。このところ私も毎年見ていますが、はい、これだけ出足が良かった開会式というのも珍しいですね。そうです、ここ数年では。土曜日ですしね、ええ、それから近畿勢、この地元の近畿勢が2校出るということで本当に満員になってます。この球児たちにとっての憧れの甲子園、はい、実は開会式で各チームのプラカードを持って歩く女生徒の姿は女の子にとっても憧れなんです。兵庫県の市立西宮高校がそのプラカードを持つのを担当してるんですね。8月3日に1回目の練習が行われました。プラカードの代わりに持っているのは竹ぼうきの柄の部分なんです。はい、お昼の1時から始まったんですが、日陰でも気温は32度近くありました。もう皆さん真剣な表情です。いろいろ先生から歩くときの注意が飛び交っています。この練習の時にですね、すでに新しい白い靴で臨んでいた人もいたんです。よっぽど嬉しかったんでしょうね。このプラカードが持てるのは2年生だけ、はい、そして身長が155センチ以上ないといけません。65人に対して2年生198人のうち144人が応募しました。7月の初めに体育の先生たちによって、65人が選ばれたんですね。選考には7時間から8時間かかったそうです。競争率は2倍以上ですね。はい、これこの一番難しいのが65人、はい、横一列になっての前進です。開会式の入場行進で一番盛り上がるシーンなんですが、一人一人がこう自分のペースと両隣の人のペースを合わせようと努力してるんですが、ご覧ください。1回目は大きく波打ってしまいました。はい、先生たちの声が一斉に飛びます。開会式ではね、この後クライマックスのシーンですね、横一列になってずっと前進してくる。そうなんですよ。はい、これではまだエスコートできない、残念ながら。もうちょっと頑張ってもらわないか。あ、
さあ、暑さの中での練習が2時間経ったところです。プラカードの高さも、まあ、ほぼ同じ、まっすぐに一列に歩くことができました。まあ、彼女たちの中には今年姉妹揃ってプラカードを持つことになった人もいます。お姉さんにこう甲子園の話を聞いて、うん、私も一生の思い出に持ってみたいなと思ったそうです。うん、まあ、彼女たちの気持ちとしましてはチームのプラカードを持ちたいというのがあるんですね。うん、まあ、このプラカードを持ちたいからこの市立西宮高校に入ったという人もいるんです。まあ、そういう気持ちの中でこの練習の後にどの学校のプラカードを持つか、うん、大会旗を持つか日の丸を持つかという抽選会が行われる。それも抽選。はい、それがまたとてもちょっと胸が痛んだんですね。あ、それではこれからね、君たちの待望の、出場校かそうでないか、それを運命をこれから探りにしますから。どこだった？大分県。大分県。やった、でも大会期じゃなかったからよかった。長崎高校とか。よかったね。嬉しかった。願いが叶った。はい。大会期か。悔しい。まあ、率直な気持ちが興奮状態ですが、すぐに出てきましたが、まあ、青春の思い出にしたくって応募したという彼女たち、今日は上手にこのグラウンドで選手たちを先導してくれると思います。入場行進まではあと10分少々となりましたが、はい、8時40分に発表がありまして5万5000満員です。甲子園球場満員ですね。選手を待っています。